じゃんけん娘、じゃんけん娘は、1955年11月1日に公開された、東方制作の日本映画。中野みのるが、雑誌、平凡に連載していた小説の映画家で、三空ひばり、エディえみ、ゆき村泉いずみの三人娘が、初めて共演し、その後のアイドル映画にも影響を与えた作品である。三人娘の歌や踊りが、 随所に散りばめられたミュージカル映画として、また、1951年のカルメン故郷に帰るに続く、総天然色映画としても、話題を集めた。オープニングとエンディングで、リーダーで、中立派のひばり脇、三枚目で、情熱派のチエミワーカウェットで発光である泉は、青の衣装を身につけることで、三人の人物像が、わかりやすく表現されている。当時、 世間から注目を集めていた三人は多忙なスケジュールを抱え、ところ属事務所もファンの傾向も異なることから、共演は困難とされていた。しかし、三人の共演が注目を集めて大ヒットしたことにより、三人の共演映画として1956年には、ロマンス娘が、1957年には、大当たり三色娘が、1964年には、ひばり、ちえみ。 泉三人よればが公開された。さらに男霊子、重山のり子、中島そのみの三人が登場する、大学のお姉ちゃんをはじめとする、お姉ちゃんシリーズが制作され、東方の女性トリオ映画が引き継がれることとなった。なお、劇中に、明治聖火の商品が幾度か映し出されることから、同社がスポンサーであることが伺える。女子校の三年生のルリと、ユミは修学旅行で、 京都に向かう。二人は、鴨川で、記念写真を撮ってもらおうとするも川に落ち、河原で服を乾かすことになる。そこで青年と出会い、写真を撮られる。その後、二人は、瑠璃の母の女部の友人であるお稲の茶屋がある祇園に、向かい、舞子のひなぎくを紹介され、仲良くなる。やがて東京に戻った二人のもとに、ひなぎくが上京する。 好きでもない男性を旦那として迎える前に、京都の座敷で二度ほど会った、西北大学の斉藤と名乗る青年に会いたいという、ひなぎく。二人が協力して探した末に、伊豆にいることが判明した。伊豆に向かおうとする三人だが、おのぶの反対を受けた瑠璃は断念する。おのぶは、瑠璃の日本舞踊の発表会に、瑠璃の実の父親である北島と対面させようと、考えていた。 周囲の反対もあり、芸者だった尾信と外交官の北島は別れることになったが、フランス大使として赴任する前に、瑠璃に会いたいと北島が申し出たためである。瑠璃を置いて、伊豆に来た美と雛なぎは斉藤に会えたものの、斉藤はかつて瑠璃と美を撮影した青年と同一人物であった。すでに斉藤が美の両親に結婚を申し込んでいたことを知った。雛なぎは、 昇進のまま京都に戻る。一方、ひなぎくの事情を知った斉藤は、実業家の父に相談し、金を援助してもらって、ひなぎくを自由の身にする。そして発表会当日には、北島夫妻や、弓や斉藤、昇進から立ち直ったひなぎくも会場にやってくる。踊りを終えた瑠璃は、過去の経緯にこだわることなく、初めて、北島を父と呼び、再会を果たす。 主な挿入歌、キネマ旬報ベスト1085回前市1924から2011120ページ ABC、昭和歌謡映画館146ページ、エリッチエミ物語110から111ページ、日本映画史研究東方映画50年の歩み36ページ。ありがとうございます。